ねえテキサス、さっき依頼主に届けた缶詰、青菜と大根の缶詰だっけ。たくさん届いたからって一つ味見させてもらったんだけど、シンプルな味だったね。ああ、レムビリタンではスタンダードな缶詰らしい。そうなんだ。確かによく食べてるって言ってたね。故郷の味ってやつ？そうかもしれないな。だが保存も効くし、適度なエネルギーの摂取には効率が良さそうだ。効率とかそういう話じゃなくてさ、もっと味付けが欲しいよね。普段のロンメンの料理と比べるとちょっと味気ないかな。もうちょっと塩味がある方が私好みかな。お前は酒のつまみになるかどうかで判断してないか。バレたか。でも塩味が強すぎるとご飯も欲しくなっちゃうし、単品で食べるならあれくらいがいいのかもね。そうだな、缶詰だと飽きのこないあれくらいの味付けがいいのかもな。ドクターもいざという時の保存食に重宝しそうだ。確かに、リーダーインスタント麺も好きだしね。